キロック .com をご覧の皆さん、アステリズムです。ギターのはるかです。ベースのみゆです。ドラムのみおです。私たちは8月22日にファーストフルアルバムのイグニッションをリリースします。このイグニッションというタイトルには点火や燃焼という意味があって、私たちのファーストアルバムにふさわしい、聴いてくれた人を熱くするような、ハートや魂に火をつけられるような、そんなアルバムになっています。今回は豪華アーティストが参加してくれていて、私たちをいち早く世界に紹介してくれたブーチー・コリンズさんが2曲プロデュースしてくれています。そしてガンズ&ローゼスに在籍されていたバケットヘッドさんも演奏に参加してくれていて、私とギターバトルもしてくれました。アステリズムの新曲もたっぷり聴いてもらえる、非常に聴き応えのあるアルバムになっていますので、皆さんぜひ聴いてください。アステリズムのライブは8月31日金曜日に東京の下北沢ライブホリックであります。ウェルカムトゥインフェルノサポーテッドバイ激ロックに出演します。ぜひ遊びに来てください。それではアステリズムでした。